皆さんこんにちは、恋愛コラムニストの神崎芽です。男女ともに幸せになれる力、メス力について提唱している恋愛コラムニストです。じゃーん。本の方もすでに6冊ほど出版しています。本もチェックしてみたいっていう方、概要欄にリンク貼ってるのでぜひ見てください。それでは早速本日のメス力です。自分から好きになった人のド本命になる3つのメス力の方をお伝えしていこうと思います。なぜか自分から好きになった男とはちっともうまくいかない、どうでもいい、あいつはめちゃくちゃ私を追いかけてくるのに、こういうお悩みあなたは持ったことありませんか？っていうか恋愛あるあるだと思います。このお悩みの中に好きな人のド本命彼女になかなかなれないっていう原因が潜んでいます。この原因をまずはお伝えしていきます。好きな人のド本命彼女になれない原因、一つ目は一途アピールをしすぎてしまう。そんなことあるかなって思うあなたね。例えばこんな感じで、いや全然今好きな人ですか、好きな人とか本当全然いなくて、デート、いやもう全然男の人なんて全然デートしてないですよとか、こんなの、週末、週末は、男の人なんて会わないよ、全然会わない、だいたい一人でネットフリックス見てるかなとか、もうね暇です、あなた以外に男の影ありませんからっていうアピールをしてしまいすぎる。これが好きな人のド本命彼女になれない原因一つ目です。二つ目、好き避けしてしまう。意外と大人になっても好き避け皆さんしちゃってませんか？好きな人には目を見て挨拶ができない、どうでもいい人にはね、おはようございます、今日もいい感じ決まってるじゃないですかなんて話せるのに、おはようございます、やばい超かっこいい、どうしよう話しかけなきゃ、メス力やんなきゃ、でも見れないって気がついたらね、なんか避けてるみたいな状態になってしまっている。意識しすぎ問題、好き避けしてしまうと大好きな人のド本命彼女にはなかなかなれません。3つ目、ノーを言えない。これが圧倒的原因だったりする。例えばですよ、好きな男性からLINE が来た、ピコーン、よしおくんだ、よしおくんだ、今日今から、もうメイク落としちゃった、でもどうしよう、明日も早いし、でも絶対チャンスだよね、行くっしょ行くっしょってね言ってしまったりね、メイクちゃん悪いんだけどさ、今日俺さ持ち合わせなくてさ、立て替えてくんね、いいよ全然いいよとね、何でもかんでもイエスイエスイエスなんですよ。この3つが原因でなぜ好きな人のド本命彼女になれないのかっていうと、男の本能がかきたてられないつまらない女だからなのです。ド本命カースト、皆さんこちら見てください、チラ。仮にお付き合いできたとしても、とりあえずの彼女ゾーンからうまくいって本命ゾーン、下手したらちょめちょめフレンド、ここがオチになってしまいますね。最悪は恋愛対象外、女として見れない女、 LINE すら返してもらえないというか、全くあしらわれて相手にしてもらえないという状態になってしまうんですよ。でもじゃあなぜ好きでもない男性には追われ求められ、しつこくされプロポーズまでされるかっていうと、さっきのド本命彼女になれない原因3つの逆のことを天然で私たち女性はやってるからなんですね。メス力をやるときにすごく大切なことなんですけれども、テクニックではなくマインドとして自分の中に落とし込んで実践しなければいけません。で本日は自分から好きになった人のド本命彼女になるメス力マインド3つお伝えしていくので、ぜひ好きな人に実践してみてください。1つ目、
一途アピールしそうな自分を抑え込んでニコリ。これどういうことか、ね、いろいろ言いたくなる、いろいろ言いたくなる、いろいろ話したくなる。土日何してんの？最近デートとかしてんの？どうなのメリコちゃん最近。こっちの方は今時こんな言い方する男性いないか言われてね男っ気ないってアピールしたいしたいけど、まあ普通で土日、まあ家でゆっくりすることもあるし出かけることもあるかな。ニコリ、一途アピールを飲み込んで無難なことを返してニコリ。これ大事なマインドです。二つ目、好き避けしてしまう。話しかけられない自分からメリさん、あがん、自分から話しかけるんでハードルが高すぎる。雑談から好きな人と仲良くなってください。ハードル高すぎるね、わかります気持ち。ならば目が合った時にニコッとするだけで良いのですよ皆さん。めっちゃ勇気いった、めっちゃ勇気いった今、めっちゃ勇気いった、めっちゃ勇気いった。でも100点100点、変にアピールするぐらいだったら目があってこっちの方が100点です。3つ目、自己主張しましょう。例えばですよ、よしおくんから、よしおくんからLINEが来た、今から行くべき行くべき行くべき行く、でも神崎メリの方に行くなんて書いてた、書いてたよね、書いてたよね、どうしようどうしようどうしよう、でも既読つけちゃったからな、ちょっと急すぎて無理だから事前に誘ってで、また終わりね。事前に誘われたけどめっちゃ遠いな、これ吉尾くん家のソファの方じゃないこれ、と言ってもいいけどちょっと遠いな仕事終わりで、じゃあ送っとこっかな、仕事終わりでそっちの方だとちょっと遠いから私恵比寿ぐらいだったら助かるな。わかりますか皆さん、何でもイエスイエスイエスじゃなくて、私何々がいいな、私これできないな、ちゃんと言うんです。ちゃんと自己主張をするんです。私生活をベラベラ喋らず一途アピールしないミステリアスな女ニコ目が合うとね、それでいてちゃんと自己主張、私はこれはできない、私はこっちがいいな、これが言える女性っていうのは男のもっと知りたい本能をくすぐる女なんです。たったこれだけのことで一途アピールなんて必要なかった、好き避けしてしまうあなた、笑顔だけでよかった、できないことちょっと無理だなってことはノーと言ってよかったのに、嫌われたくないっていう気持ち、それが先に立つとこの3つどれもこれもがめっちゃハードル高くてできないんです。でもお伝えしました、メス力とはマインドです。わかりますか、テクニックとしてやろうと思ったら使いこなせません。私は好きな男に振り回されるんじゃなくて、好きな男を魅力で翻弄するぐらいの気持ちで頑張ってみてください。そうやってコツコツそういう気持ちでメス力を実践していると、いつかメス力があなたのものになります。あなた本来持ってるあなたの一部になります。ぜひとも皆さん、好きって気持ちに負けて好き酒も一途アピールもしないようによろしくお願いします。本日のメス力、ミステリアスで笑顔で自己主張する女になるべし、メス力実践報告、コメントもお待ちしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。